最近のサバイバーの編成おかしくない？はい、どうもこんにちは、ピアソンのゆうですね。まあ見てもらったかな、相手の編成。なんか最近すごくない？ちょっと前もさ、ランク戦で傭兵4いて、まあ、あのパーティー普通に強いんだよ、マジで強いんだけど、まあそれに対してマジョゼフで言ったりとかしたんだけど、まあ今回は、まあ、オフェンス4っていうね。しかもね、一人いたね、あの黄色いオフェンスいたね、あれ確か、なんていうの、中国の配信サイトの限定衣装か、マックコラボの衣装か、どっちかだったと思うんだけど、それでめちゃめちゃ可愛いなと思った。オフェンスだな。いるね。まあ今回はね、あの編成として、あの、人格で怒り3振りと、獣の利を振ってるので、どんどんね、もう板に怖がらず突っ込んでいこうかなと思う。いるね、別のやついるね。あれさっきの人、この人だっけ、さっきおってた人。なんか別の人だよ、多分。振っちゃった。その板を割って、間すり抜けていく。うわ、うまい、いい。あ、おお、当たったの。絶対当たんないと思ったけど。そこで、それは当たんない。わかるか。二人目が来た。その乗り越えは読んでなかったわ。マジか、じゃあこの人を普通に今追っていこうかな。オッケー、いい引き打ち。よしよし。で、興奮が積んでるから、まあ普通に釣ってもいいんだけど、多分ね、この編成だとさすがに多分相手遊んでくると思うんだよ。あ、いるいる。いる、いた。あれ確か、あれだわ。あの、中国の配信サイトとのコラボ衣装だった気がする。あ、それはいけそう。オッケー、いいね。これね、多分騎士会とか吐かせた方が、ガンガン有利になって気がするんだよな。だから興奮は、まあ、釣った時に、でもいいけどな。これ釣って興奮であの人ダウンするか。もう、やべえ。めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。あ、まだ引っかかった。これ間に合うか。あー、惜しい。これ一瞬も、あー、もううるさい、うるさい。もう4人いるじゃん、これもう。4人いるし、もう、檻の獣3発動してるし。惜しい。な、どっちかにしても3人。忙しいんだって、これも。これ治療しようとする方は、まあ、来てる。危ない、おい。情報が多いんじゃ。ありがとう、校長消してくれて。結構曲がれるね、この人。まあまあ、いいんだけど。いいんだけど、当ててよ。せめて当てて。しかも、あの人は、冷静に来るんかと思ったら、また来るし。これ、あれ？もう、終わりじゃない、これ。すごいな、嵐のような試合だったな。一瞬にしてもみんな釣っていった。すごかったなこれ。でもこれ絶対釣ってる間にも起きれるでしょ。よいしょと。どうしよう、これ感謝に変えるか。もうちょっと早めに変えたけどよかったな。あ、起きちゃった。もうさ、芸者の感謝をこのポンと音分かった。今こう太鼓かなんか叩くみたいな音すごいですけどね。来てる。どうしよう、僕あーホームランいけるか。どうしようか悩んでたらやられちゃったわ。なんか今日なんかその辺の判断甘いわ。ギス変えちゃうね。まあまあ一人ダウンできたからいいでしょう。また一人どっか行っちゃった。これどうしようかな。まあ、釣ってもいいんだけどな、別に。騎士会に吐くんだったらさっさと吐いてほしいんだけど、全然吐いてくんない。さあ、乗り越えるか、乗り越えるんだったら、殴れると。よし、OK。よし、OK、いいぞ。あの衣装いいな、あの全身巻きっきのね、やつ。めちゃくちゃいいな。この人から今度は次移ろうかな。よいしょ。いやー、あの衣装日本版にもね来てほしいんだけどな。てかあのマックの衣装もね来てほしいんだよね。オフェンスだけじゃなくて、炭鉱者のマックコラボ衣装があったんだけど、それも多分日本には来ないみたいな感じだったから、うーん、どうなんだろう、いつか来るのかな。さあ足早、この人普通に3振ってるわ。どうしよう、これどうしようね。釣ってもいいんだけど、釣ってる間にね別の人が起きちゃうっていう現象になっちゃうから、もうできればこの人たちも一生起き上がらせずダウンさせたいんだけど、あっちを追いすぎたらこっちの人が起きる、こっちの人を守りすぎたらなんかグダっちゃう。まあいいか、待つか、待ちの勝負するわ。うん、ここの人いかんと追うか。待ちの勝負しようとした瞬間に追うっていうね、それで騎士会で起きられるというね。まあ、待つ、どうしたいけるか。いけそう、オッケー、いいぞ。では起きたとな、目の前で終わるっていうね。すごいな。まだ始まった。いいんだけどさ、しかもこの人あれじゃん、ヘルメスの限定携帯品持ってる、そういうだいぶレアの。ってことはだいぶシーズン1からやってる人なのかな。いや、ヘルメスのね、携帯品は俺もめちゃめちゃ欲しかったなー。あれねー、欲しい人めちゃめちゃ多いし、なんかね、そう、ツイッターで見たんだけど、なんかヘルメスの衣装持ってるだけで、あの、絶対ダメなんだけど、ヘルメスの衣装持ってるだけでアカウントが2万円で売れるという話を聞きました。皆さん絶対やっちゃダメですよ。推奨してるわけじゃないんだけど、ヘルメスの携帯品はそのぐらいの
価値があるっていう話聞いた。俺も持ってないから。よいしょ。オッケー。ようやくこれ全員から多分消しゴム結構入って、オッケーと報告してくれた。ようやく地獄から抜け出しました。というわけで、もう一戦芸者使っていこうかなと思います。さあ、やっていきましょう。2戦目芸者。月の川公園のね。よしよし。ようやく普通にね、試合できれば、占い師、野人、なんだっけ、前女って、踊り子。踊り子と、調香師。いや、あそこに目の前にね、豚ちゃんが走ってたわ。だから、こっちの人から行こうかな。なんだ、調香師っぽかったけど、どうだろう。調香師ですね。まあ、調香師もね、だいぶ、調香師の香水は入ってくれれば、まあまあ、やりやすいかなと思います。で、今回ね、ちょっと前の動画で、何のハンター使ってほしいですかみたいな感じのリクエストが多かったから、今回、芸者使ってます。そしたら1戦目みたいにね、なんか、よくわからんヤクザたちに襲われました。脳筋集団に襲われた。さあ、これ香水吐かせていきたいな、でも。うまいね。ちゃんと即乗るんじゃなくて、ちゃんとここで稼いでからジェットコースター乗るっていう、うまい人がやるルート、このチョコシ使ってるわ。さあ、構成戻らない。で、今回は、なんだっけ、遊園地ってこともあって、ジェットコースター対策じゃなくて、メリーゴーランド対策、これはラッキー。メリーゴーランド対策で、獲物さんも振っております。よっしゃ、オッケー。そう、獲物さん振っとくとね、この香水吐かせた後の間で獲物も発動するから、結構超高視に相手にもね、刺さります。あ来てる。これ一発殴っとけばね、だいぶ楽なんだけどな。殴れそう。よっしゃ、オッケー。よし。まだそんな加速する前だったから、大丈夫だな。よっしゃ、危なこれもう一発殴りたい。くそ、これやっちゃったな。どうしよう。あの、即技は確かにしないよね。うわぁ、加速してきた。こうなったらもう野人仕留めらんないわ。これうまく豚だけ叩きたい。オッケー、ナイス。やべぇ。やばい、今日ケバブが多い。野人に翻弄されてる。じゃ一発与えとくか。野人のね、せっかくこの60秒、イノシシに乗れない時間を生かして一発だけ与えたことによって、まあ、もう一回救助に来ることを防いでおきましょう。さて、あっちがか、お、メリゴチーズするか、まあ、ただ、獲物振ってるからそこまで脅威じゃないけどな。さあ、いけるか、あー、惜しい、もう少しでこれね、メリーゴーランドごと抜けれそうだったけど。まあ、でも、メリゴチェイスしないんだったら、まあまあ、それは、何このスタンプ。え、めっちゃ可愛い。めちゃ可愛い。医師の顔だったね、この感じのスタンプ貼ってた。そういうのあるんだ。しかも、調香師で使えるってことは、多分あれなんかな。いろんなコラボなんかな、この可愛いやつ。うん、医師だな。医師のイラストだ。多分、日本にこのスタンプないよね。あ、これもなんか、多分、何かしらのコラボかなんかわからんけど、いつか日本版来るのかもしれないな。日本もあるのかもしれない。その辺全然知らないけど。あ、これは殴れそう。オッケー。よし。で、占い師がために来てる。なんか今日、なんか、殺意高いサバイバー多くないか追われてるんだけど。いろんなサバイバーに追われてるわ、今日。一試合目は特に良かったし。たぶんね、占い師の場所もわかってるから、そんなに、あ、それは、いやー、出た。乗り越え中の無敵判定に当たってしまった。さあ、一発殴って、これ、即球してくれるんだったら、まあ、結果はあれでしょう。先に占い師殴ってた。はい、オッケー。よし、いいぞ。で、他解読してるけど、とりあえずここはトンネルでいいでしょう。あ、惜しい、抜けれんかったか。あそこのうまいこと、角度つければ抜けれるんだけどな。さて、まあ、この人を追っていけばいいでしょう。板倒す。結構、板倒し早いタイプの人だから、まあ、落ち着いて先回りしていけばいける気がする。これ、どうだ、戻るか。これ、うまいとこで構成したな。あ、戻ってないの？今戻ったんかと思った。まあ、ただ、今回はね、怒りを3振ってるから、イラスターンは全然怖くない。さあどうする？ここ多分まだいないと思う。いない。さあ、一気に近づいて。はい、オッケー、ナイス。で、その間にあれか、占い師が起き上がったか。で、向こう側伸ばしてるな。多分2機目回すってあれだよね。野人だよね。だから、あ、あそこでバチバチやってる。どうしようかな。占い師追いに行ってもいいし、野人のとこ飛んだところでだからな。どうしよう。まあ、普通に飛ぶか。でもそこぐらいしか頼りないもんな。うん。多分踊り子が強星の方行くけど、間に合うか。オッケー。いやー、惜しい。でもこれ加速する前だから、もう一発殴れるじゃん。オッケー。乗ったばっかの野人だ。オッケーやれると。いいね。野人このスピードでやれたのはだいぶでかい。ここがかなり回りかけだから。ここを守りつつ、踊り子があっち回してるから、あっちを引き継ぎされたらきついな。あっちを引き継ぎ、もしくは占い師が終点のあっち側、一番遠いとこを回し始めてるな、多分。だから、そこを見て守りながらって感じだな。だから早めに救助せようか。その方が多分一番いいと思うんだけど。どこだ？多分こっちが、あ、いた。これね、瞬間移動があればな、救助狩りもできたと思うんだけどな。さあ、まあ救助はされるでしょう。ただ、あれ結構引っかかってないそれ。ちゃんと前見て走んなきゃダメよ。いえいえ、よいしょ、オッケー。これはラッキーだった。回してる？揺れてないな。ってことは、なんだろう、救助に来始めたのかな？どうなんだろう。それか、ハッチ対策に行ったのかな？ハッチ逃げの可能性の方が高いかな。よし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 、追ってこう。
もがくのやめちゃったよ。あ、バチッ。オッケーオッケー。じゃあ、あっち側に追っていったらいいでしょう。まだ回してる？どうだろうな。わかんないな。これ右のルートで行ったら行っても大丈夫。めっちゃバチるじゃん。カラスじゃないよね。わかんないな。あ、でもカラスか、あのマーク、マーク的に。どうだろう、マップのマーク的にカラスだった気もしなくはないけど。占い師のスタンプが。あ、なんとか。いや、これカラスっぽいな。なんか、あれ？落ちてる。占い師、落ちた説あるか。あー、これは落ちてますね。まあまあまあ、結果的にまあ、落ちてなくて、まあ、4釣りだったでしょう。というわけで、まあ今日は、まあラストはちょっとあれだったけど、まあ、芸者使おうと思ったら、まあとんでもないパーティーもされました。まあこんな感じで、久々の芸者動画でございました。よかったらチャンネル登録とお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、ツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。